皆さんこんにちは。今回もご視聴くださいまして誠にありがとうございます。先日、東急と相鉄の直通線開業が2023年3月となると正式に発表されました。これにより相鉄や東急から新横浜駅へのアクセスルートが完成し、相互乗り入れにより巨大な鉄道ネットワークが完成します。今回は相鉄東急直通線がどのようなルートなのか、また乗り入れる列車の経路、先に開通した相鉄 JR 直通線との競合関係などについて解説します。まず相鉄東急直通線のルートから見ていきましょう。このルートは相鉄 JR 直通線とともに神奈川東部方面線と呼ばれる計画路線の一部で、2019年11月30日に西谷駅から羽沢横浜国大駅が相鉄 JR 直通線の一部として先行開業しています。神奈川東部方面線はすべて鉄道運輸機構によって建設され、完成後も鉄道運輸機構が保有する上下分離方式となっています。今回開業する相鉄東急直通線は羽沢横浜国大駅から分岐し、東急日吉駅へと向かう約 10km のルートで、途中に新横浜駅と新綱島駅という2つの駅が建設されます。ではまず羽沢横浜国大駅の分岐部から見てみましょう。相鉄 JR 直通線の開通時より中央2線のトンネルは開通しており、ここから地下を通って日吉駅へと向かいます。それでは1つ目の駅である新横浜駅へと向かいましょう。新横浜駅では東海道新幹線、 JR 横浜線、横浜市営地下鉄ブルーラインに接続し、各方面とのアクセスが劇的に改善されます。また相鉄、東急、そして東急に乗り入れる鉄道会社は東海道新幹線への乗り換えが可能となり、新横浜駅の新幹線乗降人員に大きな影響を与えそうです。また新横浜駅周辺は横浜新都心として神奈川県における重要な要衝であり、その存在感はますます高まるでしょう。さて、相鉄東急直通線の新横浜駅ですが、ここには地下鉄線があるため、ホームは地下4階と地下深くに建設されます。この駅のホームは2面3線となり、島式ホーム2面の間に1線が設けられ、ここは折り返し列車に使用されると思われます。列車の経路運用については後ほど解説します。一般的には相鉄東急直通線と呼ばれていますが、新横浜駅が相鉄と東急の境界駅となり、西谷駅から新横浜駅までの区間が相鉄新横浜線、日吉駅から新横浜駅の区間が東急新横浜線と呼ばれます。それではもう一つの駅である新綱島駅に移動しましょう。こちらは東急東横線綱島駅の東側の地下に建設中で、駅は島式ホーム1面2線となります。綱島駅とは至近距離なので、この地域にお住まいの方は2つの駅の選択肢ができることとなります。後ほど詳しくお話をいたしますが、相鉄東急直通線では主に東急目黒線系統の列車が運行される見込みですので、東横線の利用者は既存の綱島駅、目黒線の利用者は新綱島駅と、利用者にとっては非常に使いやすくなり、駅の混雑も緩和されるでしょう。そして日吉駅に到着となります。日吉駅は2面4線の構造で、もともと中央にあった引き込み線がそのまま相鉄東急直通線へと接続されます。そしてこれとは別個に引き込み線1線が建設される予定です。それでは相鉄東急直通線に乗り入れを行う各社の運行ルートを見ていきましょう。まずはこちらの地図をご覧ください。ご覧の通り、東急では東横線が港未来線、東京メトロ副都心線と総合乗り入れを行い、またその副都心線を介して東武東上線、西武有楽町線、池袋線との総合乗り入れを行っています。そして目黒線では都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線と総合乗り入れを行い、さらに南北線を経由して埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線との総合乗り入れを行っており、神奈川、東京、埼玉の
広範囲な鉄道ネットワークを形成しています。相鉄は東急との総合乗り入れを行うことにより、この首都圏の西側の巨大な鉄道ネットワークへのアクセスが可能となります。一方で東急および東急と総合乗り入れを行う各社は、新横浜駅や神奈川県西部へのアクセスが可能となります。それでは事業者ごとに運行経路を見ていきましょう。まず相鉄ですが、すでに相鉄 JR 直通線で運行されているのは相鉄本線への乗り入れのみで、泉野線への乗り入れはありませんが、相鉄東急直通線からの列車については現在まだ確定していません。おそらく大半は相鉄本線海老名駅方面への運行になると思われますが、二俣川駅で分岐する泉野線への乗り入れも可能性はゼロではありません。相鉄が乗り入れに使用する列車は8両編成と10両編成と言われています。この8両編成と10両編成の使い分けは東急での乗り入れ路線によります。その東急での乗り入れルートですが、総合乗り入れを行う路線は主に東急目黒線系統になる予定です。先ほどもお話ししましたように、東急目黒線は日吉駅を発着駅としており、日吉駅目黒線ホームの先にある引き込み線を延長して東急新横浜線が建設されています。つまり東急は目黒線系統の列車を日吉駅からそのまま相鉄東急直通線に乗り入れさせれば良いだけでして、運用面を考えると最小限の変更で総合乗り入れを行うことが可能となります。そしてその目黒線と乗り入れ先の都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線では順次車両の8両編成化を進め、駅施設の対応工事を行っています。埼玉高速鉄道でも駅施設の8両編成対応工事が行われておりますが、現在のところ埼玉高速鉄道の車両は6両編成のままとされています。よって相鉄の8両編成は目黒線系統に運用され、10両編成は東急東横線とその乗り入れ先への運用車両となります。また都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道の車両では6両編成が残る見込みであり、この乗り入れに関しては新横浜駅止まりになると思われます。新横浜駅のホームは2面3線であることは先ほどお話しした通りです。中央の線路が6両編成など相鉄新横浜線に入らない列車の折り返し線になるわけです。一方の東横線ですが、すでに東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽町線を経由しての西武池袋線、港未来線との総合乗り入れが行われており、新たに相鉄が乗り入れを行うだけの容量がほとんどなく、東横線への乗り入れはかなり限定的になる見込みです。また東横線の乗り入れ先である西武鉄道は、相鉄東急直通線への乗り入れは行わない旨発表しており、現行の東横線港未来線ルートで横浜駅のルートを確保した方がメリットがあると判断しています。東武鉄道は新横浜駅へのアクセスをメリットと捉え、相鉄東急直通線への乗り入れを決めましたが、相鉄線への乗り入れを行うかどうかは不透明で、新横浜駅での折り返しになる可能性もあります。東武東上線列車の相鉄東急直通線への乗り入れ本数は不明ですが、おそらく大半は現行の東横線ルートを維持すると思われ、数少ない列車のために相鉄の保安装置をつけるなどの改造工事を行う可能性は低く、そう考えると東急と相鉄の境界線となる新横浜駅止まりになる可能性が高いというわけです。実際プレスリリースを見ますと、相鉄新横浜線では朝ラッシュ時が1時間に10本、その他時間帯が1時間4本となっているのに対し、東急新横浜線では朝ラッシュ時が1時間14本、その他時間帯が6本となっており、朝ラッシュ時で4本、その他時間帯で2本の差があります。この4本と2本という差が新横浜駅止まりの列車の本数ということです。このあたりはまだ最終決定ではありませんが、相鉄の乗り入れ先が主に目黒線系統になることだけは間違いないと思います。では最後に相鉄 JR 直通線との競合についても考えてみましょう。すでに開業しております相鉄 JR 直通線は、武蔵小杉駅を経由し、西大井、大崎、恵比寿、渋谷、新宿と停車します。この中で武蔵小杉、渋谷は共に東急にも駅があるため、競合区間ということになりますが、朝のラッシュ時には武蔵小杉駅から乗車する人が圧倒的に多いため、あまり競合関係にはならないと思います。
渋谷駅は JR 東急ともに駅がありますが、先ほどお話ししましたように、東急での乗り入れは目黒線系統が主となり、相鉄東急直通線から渋谷駅へ行く場合、田園調布駅などでの乗り換えが必要となります。また相鉄から東急に乗り入れる列車の種別なども明確ではなく、渋谷駅への所要時間において、JR と東急いずれが優位なのかも現時点では判断できません。さらに相鉄東急直通線の運賃も確定していないため、今後明らかになる運賃においてどちらが料金面で優位なのかが決まるでしょう。渋谷の先新宿へ行く場合、東急では新副都心線新宿三丁目駅となるため、新宿の東側へのアクセスに限定されます。また運賃は相鉄、東急、東京メトロという3つの事業者ということになり、かなり JR に比べて高くなるのではないかと思われます。また駅の位置を考えますと、 JR 新宿駅の方がロケーションが良く、新宿方面への移動では相鉄 JR 直通線の方が利便性が高いと思われます。というわけで相鉄東急直通線についての解説でございました。来年度開業する大きな新線の一つでございますので、楽しみに待ちたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。